今からは、はい、2019年ルールがいっぱい変わったじゃないですか、はい、うん、変わりましたね、はい、であのルールブックとかも読んだんですけど、うん、なんかちょっと分かんないなっていうのが何個かあって、はい、それを聞いていきたいと思いますので、はい、分かりました、よろしくお願いします、 お願いします、はい、まず D グラウンドで変わったこととして、うん、はい、あのよくプロの試合で、うん、キャディーさんがこう、はい、後ろから、うん、あ今右向いてるよとか、うん、アシストしてくるっていうか、うん、はい OK いいよそのまま打ってみたいな、うん、あれがダメになる、あれがダメになりました、左もうちょい左もうちょい左、うん OK これダメですね、はい、これがダメになります、これがダメ、はい、これちなみにペナルティどれぐらい、ストロークプレーだと、2打罰です、はい、これをもうダメってノーとしてペナルティを取られた場合は2ペナルティです、はい、マッチプレーの場合はそのホールの負け、負け、はい、それってもしここに行っててもダメなんですよね、後方線上に立ってなので後ろとかこの一番前は前にいてもうちょい左とかは多分大丈夫、カードから持ってえすごい右向いてるけどみたいな言ってくれる人がいるじゃないですか、うん、あれはね大丈夫だと思います、これはねよくねあるあるだと思うので、はい、皆さんもぜひここからはまあ後方立たない、はい、なおかつアドバイスしない、後方からアドバイスはしない、はい、これティーグラウンドに限らずセカンドもそうですね、全部サンダル、パターも全部、パターも要は後ろからアシストする、こうじゃあ私カップの内側に打つからそこ向いてるかどうか見てっていうのを見て、うん大丈夫って言ってどくのはもうアウトです、もうダメ、はいはい、ぜひ注意してください、はい、次はドロップについて聞きたいんですけど、はい、まあ、2019年から膝の高さがドロップになってたじゃないですか、です、はい、まあ、今今日カート道にある設定で行きたいと思うんですけど、はいはい、まあ、これもう打てないんで、まあ、ドロップしますと、はい、処置救済受けるとき一番長いクラブなんですよね、パターを除いた一番長いクラブで決まりました、うん、はい、はい、でまずニアレストポイント、ニアレストポイントを決めたいと思います、はい、これ毎回思うんですけど私、うん、なんか打てるっちゃ打てると思うんですよここは、でも、うん、際どくないみたいな時は、うん、これくらいでもいいんですかね、大丈夫ですよ、この辺もパッピングだと思うんですよ、はい、この辺もね、芝はあるけど、うん、多分そう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 下は道路かなみたいな、ニアレストポイントとしてはまあどっちにしてもそこからワンクラブ取るので、はい、ニアレストポイントここに、まあ、取って、はい、そこからまあドライバーをここに取りました、はい、はい、今までは肩の高さこうこうだったと思うんですけど、うん、癖でやっちゃった場合はこれあ間違ったっていうことでドロップをし直してもいいそうです、あそうなんですね、はい、これはちょっ とあのゴルフツアー機構の方に確認を取りました、はい、はい、間違えたのでドロップし直しますということで、はい、膝の高さからドロップをして大丈夫だそうです、じゃ間違えたのでドロップし直します、はい、膝の高さっていうのは大体いいんですか、膝の高さは膝ってこの高さから要はこうやって曲がっても膝の高さはどうやら変わらないということらしいので、確かに、はい、膝までこうちょっとこうなるのも難しいと思う、ちょっとこう曲げてもいいと思います、はい、はい、もうその辺でポンと、はい、このドロップをするときに当たらないでください、自分に当たらないように気をつけてくださいね、これはね、これ大丈夫ですか、ダメダメ、もとい、もう一回行きましょう、はい、もう一回行きましょう、もう一回行きましょう、でも膝の高さからのドロップ で、はい、はい、で、これ今出ちゃいました、出ちゃいました、はい、出ちゃったのでもう一度膝の高さからドロップしましょう、一回行きます、はい、ほい、ここでもう一回出ちゃいました、はい、はい、そうするとここが最後にこうポンって落とした時に落ちた最も近いところなので、はい、そちらのボールをここに置いていただいて、でプレーをしてもらいます、はい、でこれがなんと今までは、はい、マーカーさんってやってたじゃないですか、はい、これ自分でやるんですよね、はい、これからは、うん、マーカーさんに要は申告をしなくてもよくなってるんですね、いいというね、と、まあ、呼ぶのは自由だけど、うん、自分でこうやってやって、うん、もうインプレーにしてゴーみたいな、いいってことですよね、なんかやっぱりいいのかなみたいな、違反はしてないけど、うん、あ、うん、やっぱりちょっと不安だから一応確認で呼んじゃうかなっていう気はしますけどね、はい、ルール上はあの大丈夫からは自分でやっていくっていうことになって、はい、皆さん自分に当たらないように、はい、気をつけてください、ね、こ
これは、はい、赤食いの時の処置が変わりました。ルースインペディメントも取って、葉っぱ枝もボールさえ動かなければ取っても大丈夫です、はい、そしてやっぱり大きいのは普通にソールをして構えて大丈夫です。だいぶ違いますよ ね、こう宙に浮いてる不安感そうそうそう、半端なかったんで、なんか浮いてるけどなんかこれとかに当たったら嫌だからもっと浮かすみたいな。そう、なおかつ素振りをしても大丈夫です。素振りも OK、 OK、はい、はい、じゃあこれ周りあるの全部、はい、これもしボールが取ってる時動いたらどうなるの？ペナルティ、それはもうペナルティ、それはペナルティ、はい、もうボールがあくまでも動かない、はい、ボール動かないように周りのものをどんどん取り組んで動いて、はい、これめっちゃルール変わりましたね。ね、普通に打ってもナイス。お、全然なんか不安感が違います。違う、はい、うんうんうん、なんかサッと打てる。あ、いいですね。これは使っていきましょう。使っていきましょう、はい、はい、ありがとうございます。まあ、さっき私が打ったボール、はい、実はグラスバンカーに行っちゃってて。あ、ここにね、はい、うんうんうん、なんかちょっとボールを探そうかなって思うんですけど、はい、この探すのがまたルール変わったんですよね。そうなんです、今まで5分間でよかったのが、3分間に、うわ、2分も2分も縮んなかったらもう一回戻って打たなきゃいけないんですか。そう、わお、ロストボールになってしまうので、はい、なのでちょっと3分間の間に探しましょう、はい、探そう。では用意、探します。でもこれどう見てもなかったちょっとそっちの縁とかにあったりする見つかって、はい、見つかったのよかったんですけどこれ3分以内ですか？大丈夫だって、3分以内に見つかりました。これ蹴っちゃいましたね。蹴っちゃった。なんかちょっと探してたんですけど、はい、蹴っちゃいましたね、はい、これはどうして新ルールはですね、はい、これ蹴っちゃっても大丈夫です。今大丈夫。では質問です、はい、今蹴ったのはわざとですか？探してただけで、はい、全然わざとじゃない。恋ではないですね。恋ではないです、はい、恋ではなければこれは大丈夫です。無罰です。おお、あるのが分かっててはダメだけど、偶然こう探してる時にこう当たっちゃってとか、うん、見えないところで踏んじゃうことだよね。そうそうそう、こうやって見えなくって玉探してる時にこうやってあっで、あっ、あったみたいな、これは無罰で、元のあった場所、どこで蹴ったかっていうことですけど、元のあった最も近いところにリプレイスできます。お、はい、これはまたルールが良くなりましたね。なりましたね、うん、はい、はい、だから安心してこうわさ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 、そう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 、探せる探せる。あ、これはいいです、はい、皆さんも使っていきましょう。はい、皆さん5分から3分です、はいはい、お、伊能さん、はい、今、はい、2回音が鳴りましたよね。今アプローチなんかポコポコって。すいません、二度打ちました私。ですよね、はい、あれは今年からなんと二度打ちしようが、三度打ちしようが、四度打ちしようが、はい、1だ。イエーイ、そうなんです、セーフなんですよ。すごくないですか。すごい。これもやっぱりやっぱ恋じゃないっていうのが、そう、わざと二度打ちしたくてしたわけじゃないじゃないですか、うん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 、なのでまあそのストロークの中でのこう当たってしまったっていう部分だと思うんですよね。一個のストロークに入ったので、はい、思います。はい、はい、さん、はい、なんか、はい、もうバンカーに大変なことになってて、はい、ってま、ね、まあでもたまにあるありますね、というかもう無理みたいな、ね、うん、なんと今年からバンカーをなんと外に出せるという、はい、なんかすごい耳寄りな情報を聞いたんですけど、はい、これどうやって救出をすればいいか教えてください、はい、救済はまず一つは、もしどうしても自分で打てなかったらアンプレアブルという処置を取ってバンカー内に、今まではみんなドロップしてたと思います、うんうん、それが今度二打罰を払ってバンカーの外に出すことができます。はい、でその外に出す時の決まり事っていうのが、
じゃあ私2打罰、心ちゃん2打罰、はい、払います。はい、ボール取りますね。はい、ボールの位置ここですね。そうするとピンとボールを結んだ後方線上です。お、じゃあこっちに出せるんですか。そうです、そうです。これの場合はね、この時ってもうここマークとかしなくていいんですか。はい、多分もう分かってれば大丈夫ですけど、ね、救済しますって言って、はいはい、多分正式なトーナメントとかだともしかしたら刺さないとダメかもしれないです。もうボールのちゃんとあった場所、あった場所ここっていう、まあ、刺しとく分にはもう確実なんで、ね、確実なんで、でこれ後ろをずっと結びます。ボール結んだ後方線上、はい、後方線上基本はいくらでも下がって大丈夫です。お、だから自分が30ヤードのアプローチが本当に得意なのって思ったら30ヤード下がっちゃった、30ヤード下がっても大丈夫です。後方線上は大丈夫です。この辺から打ちたいわっていうところがあったら後方線上来ますね、うん、はい、ここにまずマークをします。ここでまたもやここでドライバーが必要、はい、パター以外の一番長いクラブという決まりができたので、この場合はドライバーですね。こうですね、こう近づかない方なのでこっち半分、ここです、はい、この中に膝からドロップ、はい、でそこからのプレーになります。これが新しくできた2打罰を払ってバンカーの外から打てるルールです、はい、皆さん手で投げちゃダメです、はい、あの決して手で前に投げないようにしてください。これはもう使い方次第はすごく有効に、すごい有効だと思います。あのプロの選手ももしかしたらこう目玉で埋まっちゃってこう全然ボールが見えないぐらいっていう時に使うかな。プロはどうだろうって思いますけど、戻すじゃないですか、掘ってみたいな、そうそうそう、そこから打つならどちらにしても冷静に考えたら後方線上に下がってももしかしたらいいのかもしれないですね。はい、はいはい、井上さん、はい、私準備できたんで打ちます。はい、あー待って待って、はい、でも心ちゃんさっき何ダボです、私パーパー、え、でももう私準備できてますんで先打ちますね。あれ実は、はい、ティーグランドはスコア順です、はい、え、新ルールは、はい、要は準備できた人からガンガン行っていいみたいな感じだったじゃないですか、はいはいはい、あれは一応ティーショットを打った後、あ、うん、そうなんですね、という、はい、なのでなおさんですかね、すみません、ってなるんですね、うん、なのでティーグラウンドはスコア順です。なるほど、はい、ただセカンド地点からは、まあ、準備ができた人から打っていいという、うんうん、要はレディーゴルフっていうんですけど、うんうん、そういうのねって言われてるんですけれども、基本はやっぱりピンから遠い人、そうですね、はい、やっぱそこが基本でないと、そう、もう最初一人でホールアウトしちゃうみたいなそういう人出てこないかなっていう、そう、すごいプレー早い人は、うん、もう自分で何本か持ってっちゃって先にグリーンで待ってるよみたいな、うんうんうん、それになっちゃうとゴルフみんなでやってる意味もないし、うん、楽しくなくなっちゃうと思うんですよ。そうですね、はい、なるほど、はい、何でもかんでも早くやるっていう話じゃなかったです。そうです、はい、あのティーグラウンドはあくまでもせめていいスコアの人から打ちましょう。そうですね、はい、それは今まで通り通りです、はい、よろしくお願いします。